スケ中、安12月27日昭和13年10月5日は、日本の教育者、政治家、元あまり子小学校長、酒井小学校長、元吉村学務委員、元吉村長、陽明松太郎、大阪府立大学名誉教授左中、宋の父、福佐田村の農家左中、雄太の長男として生まれる、中野村、木島仙安の門に入り、 ついで、中野省、森山村寺本用塾、広瀬町、山村勤才塾でよく学び、24歳の時、教員検定試験に合格した。明治21年弓浜高等小学校創設に、あたり、以来同校に勤務、校長村上流の家族主義教育を24年、助けた。ついで校長に進んだが一旦職を退き、さらに、吉小学校長、 堺小学校長を歴任して教育人筋に勤め、多くの人材を出した。大正8年度を更新に譲って既存したが、押されて吉し村長となった。助中度について、孫の助中心によると、祖父は堺井尋常高等小学校長の職を退いて、福沢の家で読書三昧の生活を送っていたが、恩師木島村長の熱い梱棒と、 村民各位の強い推挙を目視がたく、ついに村長を引き受けた。在任中には米川灌外改修工事に、栄意力を尽くし校舎増築、村教育改装率、農道補修整備、防火用水池設置、国鉄駅設置運動等に、普及の人水を続けた。さらに、宣言の命をもって、 外ヶ浜県道沿いに役場を移し、昭和3年11月はザ穂の原393番地に新しい庁舎を建築した。この際も自ら私有地の土砂を土盛り用に大量寄付する、と、何事も率先奉仕を実践する、名実ともに風刺の風格を備えた人物であった。ありがとうございます。